中年オタッキーです、今週はね、3本目の動画になりますけど、珍しく、1週間3本全部フィルムネタということになりますね。今日はこのカメラ、ニコン F90X ですね、これにね4386のレンズをつけて、富士クロームプロビア 100F で、撮影してきました。撮影してきましたっていうかね、ほとんどが春に撮影した写真になるんですけども、まあ春にねある程度撮って、で時間がなくってまたこれも放置してたんですね。前々回か、もうねリバーサルフィルム入れて放置してたっていう内容になってましたけどね、これもかなりの期間放置してたんですけどね。プロビア 100F は前回のそのリバーサルフィルム、ベルビア100に比べると、ナチュラルカラーに近いものになりますが、一応高彩度です。昔は低彩度のね、アスティアっていうのもあったんですけど、それはもう廃盤になってしまって、今はね、ベルビア 100F、プロビア 100F、まあ100のフィルム、この3本しかないのかな。で、まあ撮ってきました。どんな写りをするのか。で、その普及のね、ズームレンズでもね、大丈夫なのか。この辺をね、メインに、やっていこうと思います。それでは動画スタート。はい、まずはね、ベルビア 100F、の紹介というか、もうすでにね、現像して、もう空箱も今回ちょっと取ってなかったんで、空箱もないんですけど、プロビア 100F ですね。1994年に、富士クロームプロビアシリーズとして発売されたものが2000年にね、100F っていう、名前でね、モデルチェンジしたものになりますね。一番最初は1983年に富士クロームプロフェッショナル D っていうフィルムで、リバーサルフィルム RDP っていうね、記号で始まったんですけども、それが、RDP2 プロビア100になり、RDP3、プロビア 100F というふうにね、モデルチェンジしていったものになりますね。で、特性としてはね、色は基本的にはナチュラルカラー、ただ彩度は高めなんですね。まあ、鮮やかには撮れます。まあ、性格的に言ったら、富士フィルムカラーネガの C200 にちょっと似た感じなのかな。色がね、あんまり見えてないんで、はっきりはわからないんですけど、C200 に多分ね、近いものだと思います。で、今回ね、使ったカメラはこの、ニコン F90X ですね。このカメラはね、カメラの名には神戸店さんでね、ジャンク品をね、1500円で買ってきました。まあ、こんな感じでね、連写も効くんですけど、どうジャンクだったかって言ったら、フィルムの巻き上げがね、自動でできなかったんです。フィルムを装填して、蓋を閉めたらこの手のカメラは普通自動的にやって巻くんですけど、まあ、F90X の場合は、一回シャッターボタンを触ったら巻くのかな。で、それがね、動かなかったんですけども、何度もね、なんていうんですか、フィルム急走とかもね、繰り返したら、普通に動くようになりました。で、オートフォーカスは非常に速いカメラになりますけども、今回はそのマニュアルの4386と、3570の廉価レンズですね。3570の方はね、ハードオフで800円だったかな。で、買ってきたジャンクになるんですけども、ジャンク、どこがジャンクなんだって、カビも何にもない。レンズでした。これ、3570はコシナで製造してるのかな。で、4386はこれね、前回の動画でも紹介しましたけど、2型ですね。1型はね、ニッコールオート4386になるんですけど、これはオートはついてません。ズームニッコール4386 F3.5 ですね。3.5 投資です。F 値が変わらないんでね、比較的撮りやすい、レンズになります。で、
この F90X はあの AF カメラなんですけど、基本的には AF カメラなんですけども、F マウントのレンズはね、まあ大型使えるんですけど、まあ、このカメラを選んだ理由としては、やっぱリバーサルでその露出をね、正確に知りたかったっていうのも一つと、あと、ファインダーがね、でも十分ファインダーが大きくてね、AF カメラって普通ピント合わせしにくいんですけど、これファインダーがすごく明るくてね、見やすいんで、十分ピント合わせできると思ってね、このカメラで撮影しました。でね、ここからはね、その、なんていうんですか、作例を紹介してまいりますが、ちょっとメガネかけないと見えないな。はい、まあ、春の写真ということでね、桜の写真ばかりになるんですけども、これはね、ちょっと今日はちょっとゆっくりめに流すんですけども、ご覧いただければわかるようにね、青がしっかり出るんですね。で、PL フィルターは持ってなかったんで使ってないんで、角度によってはちょっと白っぽく映ってしまってますけども、桜を撮る限りでは、プロビアでも十分な色味になってると思います。ベルビアまで必要な、まあ、ベルビアにするとね、結構ピンクがね、強く出たりするんですけども、まあ、こちらの方はね、やはり、プロビア 100F ということで、ナチュラルカラーですけども、まあ、流浄感もね、低く抑えられてますし、シャープにね、映ってますね。4386のレンズ、どうかなと思いましたけど、シャープネスも十分出ておりますね。こちらはね、まあ、富士山ですけどもね、やはり青がいい。ここからね、3570のレンズで撮ってます。3570のレンズなんですけども、4386と比較しても、解像度は変わらず高いですね。そんなに差異は感じられません。あ、これはちょっと、4386の写真がちょっと混じってますけども、色目的にはね、ちょっと、緑が強く出るレンズになるのかな。まあ僕、色があんまり、特に緑はあんまり見えてないんで、実はわからないんですけどね。色の方はね、視聴者様の、の方が、ちゃんと見えると思うんで、僕、色がね、ちょっと、特に赤と緑はあんまり見えてないんで、わかんないんで、判断していただければと思いますけども、ニコンのレンズね、AF ニコール3570とか、そんな時でも、まあ、あれも腰な製ですけど、まあ、話しましたけどね、ちょっと絞ればね、ものすごく解像するんですね。特に 35mm 側、ワイド側でね、よく解像するレンズが、多いと思いますけども、この4386もね、十分な、能力は持ってると思います。結構バカにする人もいいと思いますけど、リバーサルで撮ってもね、特に PL フィルターを使ったらもうさらにいい感じで撮れると思います。普及レンズは普及レンズなんですけどね、それは高いレンズ、軽石ガラスを使った、高いレンズもね、高いレンズを使ったらもっといい色が出るんでしょうけど、高いレンズを使わないとそのリバーサルを使っちゃいけないかとか、そういう考えの方もいると思いますが、今回の写真を見ていただいたらね、その普及価格帯のレンズでもね、リバーサルフレームで十分美しい写真が、残せるっていうのがわかると思います。まあ、リバーサルフィルムって、その、なんていうんですか、敷居が高いとかね、その難しいとかね、考える方が多いとは思いますけども、巡航で撮影する限りはね、その露出系が信頼できるカメラだったら、もう露出系通りに撮ってね、全然問題ない写りになりますし、で、まあ、何よりその、まあ、美しいですし、保存性も高いんですね。長持ちするんですよ。まあ、長いこと置いといても変色なくね、残るパターンがほとんどです。あんまり湿気が高いところとかね、そういうところで置いたらダメかもしれない。まあ、基本的にはなんかね、冷蔵保存が基本らしいんです。温度が8度以下で湿度 30% 以下の保存が基本にはなるみたいなんですけど、僕は常温保存で普通に室温でね、リバーサルフィルムいろいろ、プロビア 100F、ベルビア50、
ベルビア100、トレビ、あと、コダクロームのね、なんだったっけ、ABX とか、まあ、いろいろ、リバーサルフィルムでいろいろ使いましたけど、全部常温保存でね、30年以上、保存してるものもありますけどね、特に、おかしくなってるフィルム、スリーブか、スリーブはないんですね。保存性が非常に高い、物理的にね、そのまま見れますしね、ライトボックスじゃなくても、タブレットとか、で真っ白い画面にして見てもね、美しく見えますしね。リバーサルフィルムね、非常におすすめです。ちょっと値段は高いんですけどね。プロビア 100F で現在、1本1400、500円ですか。で、現像なんですけども、今回の現像は、カメラの北島ですね。以前も紹介しました。カメラの北島でね、プロビアとそのベルビア100と、同時に出して2本でね、2600何十円だったか、1本1300円ぐらい。北村より少し安いのかな、で、現像上がってきました。で、カメラの北島さんはね、富士フィルム純正仕上げということで、C56 現像だったかな。CR56 現像だと思います。コダックが E6 現像でね、富士は、CR56 現像なんですけども、まあ、E6 現像でも全然問題ないという話ですけど、比べたこともないんでね、どのぐらいの差が出るかわかんないんですけども、おそらく富士フィルムのね、純正仕上げということで CR56 現像だと思いますけどね。なかなかね、美しい仕上がりで帰ってきました。リバーサルフィルムね、その前回も、ベルビア100を取り上げましたけど、そんなにね、その、なんていうんですか、敷居が高いもんではないです。使ってみたらわかるんですけどもね、まあ、コンパクトカメラとか、オリンパスペンとかね、そういう、ちゃんとセレンが動いてたらな話ですけど、そういうカメラで撮ってもね、結構ね、いけます。まあ、できればね、こういう、しっかりね、その露出系の数値が出るカメラで撮って、スマホの露出系とかで比較してね、そのカメラの露出系が信頼できるものであるかどうかというところを確認した方がいいと言えばいいんですけどね。まあ、ちゃんとカラーネガでね、今まで露出外ししたことないとか、そういうカメラだったらね、全然十分撮れると思います。逆光の時はちょっと気をつけなきゃいけないですけどね。まあ、カメラのその速光方式とかね、スポット速光なのか、マルチパターン速光なのか、中央部重点平均速光なのか、全面平均速光なのか、上下二分割なのか、まあ、いろいろありますけど、その速光方式によって逆光の場合はね、出目が変わってきますんで、逆光補正とかをしないと、被写体が真っ黒になったりとかね、そういうのはありますけどね。まあ、順光で撮る限りはね、本当にね、敷居がその高くないんですね。値段は、高めになるんですけどもね、一回ね、撮ってみていただければね、わかると思います。一回使ってみてください。うわーって言うと思いますね。多分ね。カラーネガでしか撮ったことない人は、ちょっとびっくりすると思いますし、ちょっとね、その現像が上がってきた時に、ケースっていうか、入ってくる、紙のやつですね。が、富士フィルムプロフェッショナルとかね、プロフェッショナルの文字が入ったりしてね、ちょっと満足度も高いものになりますんでね、ぜひ一度リバーサルフィルムでの撮影に、挑戦してみてはいかがでしょうか。はい、今日の動画はこんな感じですね。ここからはね、たまりにたまっている、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、トップバッターはね、コマコマ001さんでいいのかな、2枚ですね、初投稿ですね。1枚目のタイトルが夏を諦めて、カメラキャノン EOS6D、レンズが EF24105F4LISUSM、2枚目がね、やっちまったかなってですね、カメラはキャノン A1、キャノン FD50mmF1.8 コダックカラープラス200で撮っておりますね。1枚目の方なんですけどもね、このボールがね、手前に転がっ
ってるベンチを取っておりますね。コロナ禍で多くのスポーツ大会が中止となりました。甲子園球児の夏もありませんでした。近所の公園のベンチ前に置き忘れられたボールが印象的でしたということで、2枚目はね、やっちまったかなっていうんで、多重録音になってるんですね。知らぬ間に多重録音になってたと。フィルムの最後の巻きがうまくいかなかったということですね。でね、A1 の多重録音ですけども、もしかしたら知らない間に多重録音にしてたかもしれません。これちょっと壊れてるんで動かないんですけど、ここ赤いポッチが見えますか？これ巻き上げてる時にね、ここにレバーがあるんですけど、これを押し込んでしまったら多重録音モードになってしまいます。この赤い点が見えてる時は多重録音です。多分ね、これ、その知らない間にやるっていうパターン絶対あると思うんですね。これもちょっと動かなくなっちゃって、これ部品取りにしようと思って持ってきて、動かなくなってる A1 ですけども、それでね、多重録音になってるのかなと思いますんで、もしね、気になったらちょっと気をつけて、やってみてください。はい、こまこまさん。こまこま001さんですね。ありがとうございます。次がね、長州薩摩さんの、作品ですね。フィルム写真で懐かしい失敗に再会しましたということですね。タイトルは弁慶橋の釣り堀。カメラニコン FE、ニコール AIS50mmF1.4、富士フィルムスペリアプレミアム400で撮られております。写真なんですけどね、これね、1枚目とか最後によくあるやつですね。通常カラーフィルムで1枚目にしかない写真か。まあフィルム写真ならではのね、途中まで観光してるってやつですね。この写真ね、もう完全にフィルムでしか撮れないということで、ちょっとタイトル画面に採用させていただきます。面白いんでね、よく見る写真といえばよく見る写真なんですけど、これ結構本気モードで撮ってこれになっちゃったっていうんでね、面白い写真になっておりますんで、長州薩摩さんの作品、これタイトル画面にさせていただきます。ありがとうございます。次はね、落合さんの作品ですね。タイトルがね、28夜様っていいのかな、月齢 28.0、水星金星、水星も金星も写ってるんでね、これオリンパス EM53MZ45mmF1.8、 ISO6400F1.8/13/1秒で撮影していくということで、これ月の横に金星とちょっと離れたところに水星が映ってるのかな。あー、めちゃめちゃ拡大したら水星も見えますね。これか、斜め上に、金星と水星、どっちが金星だかちょっと僕わかんないんですけど、水星金星っていうのは基本的にね、明け方か、夕暮れしか見えないんですね。太陽に近いところにあるんで、ほんでこれ月と一緒に撮られてるんですね。相変わらずね、その天体系の写真が得意ということで、落合さん、ちょっとこれ美しい作品になってますね。ありがとうございます。次はね、野良旅人さんの作品ですね。2枚、先日入手したばかりのニコン F2 フォトミックで試し撮りしてきました。1枚目がね、小さな秋、カメラニコン F2 フォトミック 50mmF2、ベルビア100ですね。2枚目は触ると痛いよ、2枚も同じ構成ですね。写真なんですけど、光がないんで、サイドは落ちてしまってますけど、自節ならではの作品でいい感じで、色づき始めたね、もみじ。これ、絶妙にね、いい感じで撮られておりますね。で、2枚目の方、触ると痛いよということで、これ、なんていう植物か知らないですけど、トゲがあるんですね。こちらもね、ちょっと光はない写真になってしまいますけども、ギリギリ色的にはいい感じで撮れておりますね。ベルビア、日陰に入ると大体サイドは下がってしまうんですけども、もともとサイドが高いフィルムなんで、いい感じになってるんですかね。はい、野良旅人さん、ありがとうございます。もう一人か。のりかずさんでいいのかな？4回目投稿、ごめんなさい。タイトルが1枚目、赤、黄、青。2枚目がね、昭和の明かり。撮影機材はどちらも同じ、ニコン D7000、レンズがタムロン AF18-200mm、コバリズムですね、F3.5 から6.3、XR DI2 になるか、
写真なんですけど、どちらも縦構図、この時期ならではの、写真になってますね。あの素晴らしい色のもみじが、赤と黄色に染まったもみじが写っておりますね。2枚目の方はね、照明をちょっと撮られておりますが、これちょっとはっきりはわかんない、ね、もうこれ以上絞りを開けると照明がオーバーになってしまうし、周りがちょっと暗いんです、うん、難しい写真になりますねこれね。僕もどうやって撮ったらいいのかわかりませんけど、これ以上はちょっと無理かな。ね、のりかずさん、鮮やかな作、特に1枚目なかなか好きですね。ありがとうございます。今日の作品紹介は、こんな感じになっていきますね。で、俺のカメラはあったのかな。俺のカメラありますね。俺のカメラ、次は俺のカメラの紹介になっていきます。はい、俺のカメラのコーナーになりますね。今日の俺のカメラは達也さんでいいのかな。俺のカメラに投稿しますということですね。紅葉もシーズンインし、地元の神社まで張り切って出かけましたが、雨が降り始め撃沈したんで、悪あがきにカメラのイメージ写真だけ撮って退散しました。やってみたかった構図なんで良しとしてますということで、天気悪かったんですね。残念は残念ですけど、まあ、光が欲しかったですが、2枚目の写真はね、光がないながらにもいい感じになってますね。ニコン F フォトミック、これ FT かな、FTN じゃないやつか、ちょっと古いやつになりますね。これ日本工学のね、F になりますね。マニアックですね。ちょっとプレミアモンのボディになりますね。こちらの写真ね、またニコン F になるかもしれませんが、俺のカメラのコーナーのタイトル画面にさせていただきます。季節柄ね、ちょっと紅葉絡みが欲しいなと、ちょうど思ってたところに俺のカメラ、達也さん来ましたね。光が欲しかったと言えば欲しかったんですけど、まあまあいいかなっていう感じの、写真になってますが、これタイトル画面にさせていただきます。はい、達也さんありがとうございます。今日の動画はここまでになります。ちょっとね、まあ、バタバタしてて時間がないんでね、荒い動画になってしまって申し訳ありませんが、撮り直す時間とか全然ないんでね、もう相変わらず喉ガラガラでね、あの睡眠不足で走っておりますけどね。で、来週なんですけども、EOS 5QD で試写した写真と、あと、今ここに積んでる、よっ、これ高川さんからね提供いただいた組み合わせ、ニコマーと EL にね、ニコール QO とか、135mm の F2.8、このレンズで撮ってきたやつがね取り上がってますんで、どちらも現像してちゃんとね、撮れてたら動画になっていくと思います。で、ね、もしかしたら開封動画も入ってくるかもしれません。はい、こうご期待ということで、開封動画がいつになるかちょっとわかんないんですけども、で、作品投稿のコーナー相変わらずどんどん来ておりまして、どんどん待機者が増えております。ちょっとやばいなと思いつつ、もう今度開封動画にもね、無理やりね作品紹介のコーナーをつけるかもしれません。で、作品紹介のみの動画を作ったらいいじゃんっていう意見の方がいるんですけども、伸びないんですね。作品動画だけのね動画が全然伸びなくって、まあ、その投稿してきた人にもね、やっぱ悪いしね。で、動画の再生回数が伸びないと成績が下がってね、シェア率が落ちるんですね。まあ、そういうこともありましてね、ちょっと作品と紹介のだけの動画っていうのは見送らせていただいております。まあね、まあタイトルにね、その視聴者様の作品紹介って言ったら多分ね、そのなんていうんですか、大したことねえやって最初から思う人もいるのかもしれないんですけども、全然そんなことないんですけど、レベル最近は特にすごくレベルが高いんで全然そんなことないんですけども、まあタイトルがついてしまって、そういうことになりますし、嘘のタイトルは書けないんでね、嘘のタイトル書くと怒られますんでまあそんな感じでね、また次の動画になってまいります。今週の動画はここまで、また次週お待ちくださいませ。はい、それではごきげんよう、さよなら。